ようとしてた。やっほー、急に配信するよ急に配信するよ。今日音は小さい、大きい、ちっちゃいでしょうね。イヤホンのボリューム上げるの忘れてたって言われてるから。これなんだ、あ、サンリオ行った時の特典だ。出てきた。そうだそうだそうだ、あのアウトオブ48がね、オーディションが終わりましたね。私途中で脱落したので、それかあんまね話すのもなかったんですけど、そうグループ名がアンレイム、すごくかっこいい感じのさビジュアル写真、宣材写真みたいな出来上がっててすごいと思った。今日なんかステージ立ってるんですかね、楽しみ。そう、公演もそうだ、いっぱい発売じゃない、発表されてますね。私の出演 TGC か、 TGC か、すごいね。今日マック行ってきた。チーカーのステッカーももんがだった。あ、え、ももんが可愛いよね。ももんがめちゃめちゃ可愛いよね。私さ、ハチワレとウサギゲットしたんですけど、まだその2つなので、次は何がゲットできるかなって楽しみですね。マック週間になっちゃう。でも大体なくなり次第終了とかですよね。だからいつまでやるんだろうなって思うよね。で、今日のテーマは皆さんご覧になっていただけたかしら、あのテロップの方にあるんですけど、テロップの方に今日のテーマを書いてましたよ。そう、マックのねハッピーセットぜひ食べてください。で、私が持ってないの出た人はぜひください。自分がそんな求めてない人はね、自分が欲しいのにくれちゃったら悪いからさ。そう、劇場でプレゼントいただくことすごくねありがたく結構あるんですけど、ちいかわの増え率がすごいんですよねそう、ありがとうございます。あのね、カニのちいかわちゃんいただいて、私がずっと買えないなと思ってた。ネットで売り切れてるし、店頭でも全然見つからないしと思ってた。ちいかわちゃんいただいてありがとうございます。可愛いバッグだったりマスコットだったり、私がね開封できるようにランダムのねくれたりもしましたね。そう、テープとかさ、マスコットぬいぐるみ、さ、なんだっけ、あれあるじゃん、クレーンゲーム UFO キャッチャーかなのやつって私取れないからさ下手で取れないから嬉しいんだよね。ダラランぬいぐるみっていうやつ今あるんだけど、ちいかわの UFO キャッチャー、クレーンゲーム、ちょっとどっちかわかんないやん。どっちかがなんかの総称で、どっちかがその種類っていうかメーカー、どっかが使ってる商標みたいな感じだったよね確か。そう、それはねなんとかね手元にあります。どう、結んでみた今。え、良くないですか。ちょっと離れたいんだけど離れられない、離れられない、定め、運命って書いて定めと読みます。さて、今日ショールームを開催したのは他でもない
開封イベントになります。ちょっと待ってね、ガチャガチャやってきたのは、あのちいかわのガチャガチャってね、カプセルの色でどのキャラかわかるんです。だからちょっとそれは置いとくんだけど、ちょっと待って、さっきネイル塗ったばっかりだからさ、よれるんだけど、私が今袋をテープ剥がそうとしたら、やだな、待って、袋開けられない説が出てきた。これあれ捨てればよかったな、店舗で。これは頭につけるやつ、ちょっと開けたいんだけどさ、ネイルよれちゃうなこれ。全部でいくらしたの？ガチャガチャを多分2000円分ぐらいと、あと店内で買って3500円ぐらい使いました。今日はだから5000円ぐらい使ったの。ちょっとそんな使った自覚なく使っちゃう、やばいですね。開かないよ、開かない。でもまさかちいかわが当たって、これももが当たったんだけどね、きょんちゃんにあげた。そういえばきょんちゃんからちいかわグッズもらったんですよね。それも紹介できたらしようかな。前髪はあげないの、前髪もあげないんです。なんかさ、後ろに同化しちゃわないこれ。てか前髪が長い。そう、これガチャガチャで出ました。チームちいかわ行くぞ。それ目と鼻合わせてつける。あ、アイマスク、確かにそれとしても使える。でもちいかわはね、アイマスクガチャガチャでも他の普通のランダムじゃない商品でも出てるんですよね。ぜひそちらも皆さん使ってみてください。これは頑張れダンボールウォッチはガチャみたいなやつ。私のネイルがよれてるからつどつど気にしながら、この前も塗ってたよね。あれが剥げてきたからもう一新しようと思って違うネイルちょっと塗ったんですけど、同じまたピンクのキラキラですね。違うやつなんだけどね、一応。これのじゃじゃんじゃん、めちゃめちゃ可愛いよ。今日も大谷さんに乗せて飾っておきたいと思います。これもちいかわの T シャツなんですよね。かわいいっしょ。これ時計になってるんですよ。時間設定してないけどまだ。よし、開かない。で次はうさぎさん、かわいいんだよねデザインが。これね2回目なんだよね、引いたの。かぶり、あ、前回違う時引いたらね来たのでかぶりなんですけど、ちょっと待って、きょんちゃんにさ、これの桃が出たからいるって聞こうとしたら聞いたんだけど、もう持ってること発覚したからあげれないねと思ったんだけどさ、きょんちゃんうさぎさんも好きだよね。うさぎさんはどうだっけ、じゃあ持ってそう。あ、待って、うさぎきょんちゃんにあげられるな。きょんちゃんにこれ聞いてみよう。今聞くね。
いや、LINE 送っておきました。で、それと、そう、おもんがちゃん出たんです。プロモーションじゃないからね、これ別に。ただの私の趣味だから、これちいかわオタク。きょんちゃんからさ、ちょっとかぶったものとかちいかわのものとかなんかもらったんだよね、グッズを。それも譲り受けたやつもちょっと紹介しようかなって思う。あら、こう、え、なんか幅でかくない？一人だけ横幅かわいい。ももがちゃん、これね、頑張れダンボールウォッチっていうやつで、ちいかわ労働してるので、うさぎもなんか頑張って絵描いてるの。ももんがだけご飯食べてんの。ご飯食べてるの。頑張ってます。これももんがちょっと許せないね。まあでもそんな感じでこの子たちでした。写真撮ってほしいけど大谷さんがちょっと邪魔だな。どうぞ見せたいね、ちいかわ。あ、待って、大谷さん映り込んじゃってる、ずっと。頑張れぞって感じで、この子たちはね、一旦置いていこうと思います。置いていこう、置いておこうと思います。そして次の開封に参りたいと思う。これ袋に戻しておこうか。袋じゃない、カプセルです。カプセルそのまま持ち帰ってきちゃったのでね、置いてくればよかった。カプセル回収するのって今あるじゃないですか、よく。よくあれじゃん、そこに置いてくればよかった。ロボットのチーカーは出て嬉しい。花火上がってたの？ちょうど。ありがとうございますね。お祝いの花火なんで、かぶってもまあ仕方ないと思ってください。皆さん、これを覚えていますでしょうか？私がこの前、ちいかわ3つを、ちょっと今手元にないんですけど、ちいかわ3つを引き当てた、このソフビパペットマスコット。こちらまた3つ買ってきました。かぶり出ない、かつなんか月キャラとか出たら嬉しいなって感じなんですけど、全部可愛いからちょっとこれ開けていこうと思います。私がねこの前引いたのがいつでしたっけ、数日前だよね。全然近いよね、引きすぎなんだよね。引きすぎじゃない、買いすぎ。そうそう、これなんだよね、この前。あ、反射が。これ、この3つ引き当てたやつ。これを、ちょっとコンプはできないんだよね、数買ってきてないから。なんだけど、全10種あったから。ちょっと何のキャラ出るかなって予想しつつ開けていきたいと思います。3日前？私3日越しにこんな買ってんの？やばくない？ 1 個550円ぐらいするんだよね。髪の毛なんか少ない。少ないって言ったな、あれだ。うん、うん、どうなってる、これどうなってるんだ。ちょっと自撮りさせて、今の自分の状況が気になるから。なんか本当にちいかわになっちゃった、自分が。やばい。なりすましちゃった、自分で見えなくてさ。今自撮りしてやっと気づきました、ちいかわになっていた。違和感なかった？笑われてるんだけど、なんか本物ですか、シュールな絵ねえ。もう口が2つ、確かに。よし、開けてくぞ。ちょっと片付けつついかないとね、これどうしても大変なことになっちゃうから。ゴミ袋あればいいんだけど、ゴミ袋にできる袋はないかな。
このカプセルちょっといらないかな、これね。今まとめちゃおうかな。あ、この袋にまとめておく。あの皆さんね、あのランダム開封した後はちゃんとお片付けしてね。よし、開けるよ、せーの、じゃ、ガラガン、ガラガラガラン。かぶりだけど可愛いから許す。待って、私チーカーしか引けないのかな、もしかして。え、かぶりだけどチーカーだから全然もう嬉しいんだけど。え、嬉しい、これは。え、待って、かぶりだけど嬉しい。え、待って待って待って、嬉しいよこれは。ちょっと大谷さんに飾っておくね、これ。え、嬉しい、これは。ありがとう、私ちいかわに好かれてるってこと。ちょっと加工ついちゃうんだよね、ちいかわに。え、嬉しい。保存用、鑑賞用とかね。あれ、保存と鑑賞は別に両方できるか。使用、使用もできるんだよね、これ。あのお人形遊び。え、嬉しい。個体値が違う。個体値って何？ SP？ HP？ MP？ なんか、あ、ネイルがさ、今日塗ったんだけどよれてっちゃう、手元の作業するから。2個目、ちょっと色味で分かっちゃうから見たくないんだよね、今。せーの、じゃん。え、待って、チーカーが来すぎる、どうしよう。待って、え、え、どういうこと。え、うん、待って、なんでこんなチーカー出るの。え、嬉しい、可愛いからもう嬉しいんだけど、どうしよう。表情違うかな、個体差あるかな。え、待ってちいかわがいっぱい来てくれるんだけど。え、嬉しい、ありがとう。これちいかわのだけのセットだっけ、あれ。取りつかれてるって言われてる。恵まれてるんですね、これは。え、嬉しいね。いや、ちょっと違う顔も見たくなってきましたね。ちょっと違う顔も見たくなってきたから、ちょっとラスト何が出るかは、まあ何出てくるかな。何だと思う、みんな。違うキャラだと、まあ、ハチワレちゃん、ウサギちゃん、あとモモンガちゃん、あと栗まんじゅうさんもいますね。ね、よし、いきますよ。じゃじゃん。待って、ここでかぶ、待って、なんで、待って、え、待って、ちいかわ、え、ちいかわしか出ないんだけど、なんで。え、待って、でも嬉しい。え、待って、このチーカーは3体持ってることになっちゃうよ。表情違うのかな、ちょっと。どう、私の顔も加工が混ざっちゃう。個体差あるのこれ。ないよね、でも。いや、可愛い、ちょっと違う顔に見えてくるもん。え、花火上がってる、すごい。え、すごい。え、ちょっと確率すごくない？だってさ、こう、私ちいかわが出る確率がだって10分の3でしょ。3÷10 は？ 3÷10 やる必要なかった。 0.3 ね。 0.3 の合ってます。何パーで出したいから 30% でいくか。 30% かける
違う違う、めっちゃ出ちゃった。違う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 、10分の3 0.3 になってるか。 0.3×0.3×0.3×0.3×0.3 は、おお、え、そんな、あ、そうだよね、今日のと6回引いてるから6乗すればいいんだよね。これは6回引いてんの、前回も3なのね。これ同様に確からしいか。あー、どうなんだろうね。まあ、並んでるやつを買ってきてはいるけど、でも全部箱に並ばってか袋に入ってるわけよ。が本当なのかな、これわかんないな。うん、 2.7% てか私6回引いてるんだよ。全部で6回引いてるから 0.3×0.3×0.3×0.3×0.3 でしょ。でこれ小数点2個ずらせばいいから 0.07% ぐらいの、こんな出るのって。マジ？チーカー出すぎじゃない？チーカー出すぎじゃないか。ちょっとめちゃめちゃちいかわに恵まれてるんだけど、私サーチ行為とかしてないよ。てかできないし、これあのもうちょっとしまっちゃってるんだけどさ、厚紙みたいので包まれてるの、これ。私 0.07% ぐらいでの確率で引いてるの。ちいかわしか出ないんだよね。もうなんで、ちょっとまたストーリー載せるね。あ、自分撮っちゃう。単純にキャラシアン出る確率として、あ、そうだよね。どのちいかわがって部分気にしなければそうなりますよね、やっぱり。で、ちょっとストーリー載せるね。あ、待って、ぼかし効果、ぼかし、ぼかし入れたいね。でもみんなのちいかわ吸い取っちゃってるかもしれない。ちいかわ愛し、ちいかわに愛された JD、 ちいかわ社員サイト、なんか異名がついたな。それ何、それ何、何とかさん、誰かさん、何とかさんのやつだよね。ちょっと待ってね、チーカーをモザイクするから広告始まっちゃうの。橋谷池崎さん、そう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 、やば、チーカーしか出ないかもしれない。チーカー運がすごいですね、これは。やばいね、ちいかわに本当に愛されてるかもしれない。お菓子つけてのちょっとけど16で取っちゃったから34に変えたいね。比率43、43っていうのかな。四角じゃなくて、うん、なんかよくわかんない。なくていいか。うん、保存できたかな。ちょっとストーリーズに載せたいと思います。あれ保存できてない。あれ、私もう保存、あれなんで、私がぼかしかけた、チーカーがぼかしかかってなかった。なんでトレードに回す？いや、私チーカは無限回収編なのでいいんだけど。無限回収編ですよ、もちろん。ちょっとね、みんなにこんなチーカは低いんだよってことを知らしめないといけないので、世間に、世間にね。さあ、チーカー出るの？だってマスコットキャラ、待って、1、2、3、4、5、5人、5キャラいるんだよ。
なんでだろうね。なんか画面めちゃくちゃ黄色だけど、まあいっか。あれ、私がナイトモードみたいなの入ってるかな、このナイトメアモード。ナイトメアじゃないんだけど、ストーリー見に行ってください。ぜひ。ストーリーって通知来るんですか？ストーリーって通知来るの？みんな、やば、時間ばっかり入れたよ。めちゃめちゃ嬉しい、ありがとう。ちいかわを収めました。あ、来るんだ通知。それじゃあ続いて、どれだ、これはこっち。あ、じゃあ次ね、ちょっと休憩ということで、ちいかわソフビフィギュア、ちょっと似てるんだけど、似てるんだけど違うシリーズのやつかな。通知切った？みんな見に行った？ちいかわはちいかわに、あ、るいは友を呼ぶみたいな。ちいかわはちいかわを呼んだう？ぶ？あ、休憩でちょっとこれ見せる。私が最近買ったマイメロちゃん。マイメロちゃんのね、こうマスコットが最近欲しいなってずっと思ってて、なんかピンとくるやつがあったら買おうって思ってて、本当はね、エンジェルシリーズみたいな買いたかったんだけど、なくて、これは多分私のナンバーワンシリーズかな。と、あとなんかガーリーな感じ、ガーリーブラックって書いてあるとか、対象年齢6歳以上らしいです。買ったの、めちゃめちゃ可愛いよね。クロミちゃんもセットで欲しかったけど、でもやっぱマイメロちゃんが一番可愛いかなと思って買ってみました。可愛いよね。そしたらこれいこうかな。これね、4種なんですよ。まあ我らがちいかわ、見慣れすぎたちいかわちゃんと、ハチワレちゃん、そしてうさぎちゃん、くりまんじゅう。くりまんじゅう、これ 何飲んでんのこれ。ドライ 9% って書いてあるね、これ。 9% って多いよね多分。これをね、開封したいと思います。どっから開けんのこれ。3歳未満のお子様には与えないでください。やって、みんなクリアしてます？あ、テープ貼ってある。全部同じ会社が。これはどこだ？キタンクラブです。これはさっきのはどこ、エンスカイかな、バンダイとかかな。エンスカイでした。これはエンスカイは私がよくお世話になってるランダムの会社ですね。で、ガチャ系はどこなんだろう。キタンクラブ、キタンクラブのウォッチと、あ、やっぱキタンクラブでした。クラブ、あとキタンクラブ、ガチャガチャキタンクラブとかバンダイとかが多いと思う。クリマンジュとポムポムプリンって似てない？あ、ちょっと色味がね。エンスカイは私がもうね、お世話になってるんですよ、よくランダム、ちいかわランダムで。ちいかわがよく、ちいかわグッズをよく制作してる、会社名だいぶ覚えてくるんですよね、メーカー名。カタンはキタン、僕2ちゃい、あー、ブラバしてください。それでは開封の、これ1個しか買ってないんですよ。どの子出るかな、ちょっとすぐ見えそうだからさ。あ、ちょっと開け方がむずいな、ちょっと見ないようにいきます。あ、なんか違う剥がれ方してビリビリになっちゃった。あ、これ開けたら見えそう、ちょっと怖いよ。いきますよ、せーの、じゃん。おお、ハチワレちゃんだ。あー、かわいい、ハチワレちゃんが来ました。ここに来て、今日やっとちいかわちゃんじゃないやつが出たんですよ。あれ、ちいかわちゃんどこ行った？あ、ここ。
私がさっきランダムで引いたちいかわどこ行ったかなって思ったらここにしまってました。なんかペアっぽくない？こっちのがちょっとサイズでかいんだけどさ。やっとちいかわちゃん以外来ました。かわいい。これは何なんだろうね。こっちさ遊べるじゃん、こうやって。こっちなんか何なんだろう、空気穴みたいになってるけど。かわいいよ。商品、これソフビフィギュア。ソフビって何ですか？素材の話？ソフビって素材？かわいいよ、ハチワレちゃん。ほら見て、後ろもかわいい、尻尾もちゃんと生えてて、いやかわいいね。ひらおってしてる、かわいい。なるの？本当に？いやちょっと硬いかな。こっち？こっちはならないよね絶対。なんか楽器になりそうだけどならないね。かわいい。ちょっと今日私ハチワレちゃんっぽくないなんか今思った。あ、そんなことはないか、ごめんね。ハチワレちゃん、待って、おでこめっちゃ光ってる。ハチワレちゃんのためならえんやこらって感じで前髪分けてみた。今だけね。じゃあ8割分けだから、8割分けだからこんな面白い。ハチワレちゃんあと5秒。終わり。ハチワレちゃんでした。やった。嬉しいな。ね、めちゃめちゃ嬉しい。でも飾る場所が今こうなくて、浮いてもらうしかない。でも可愛い。ありがとう。ありがとう。ちいかやっと仲間ができたな。孤独だったもんね今まで。ちいかしか、あ、ここで集会させておきますね。ちょっとちいかわ族の集会ということで、はい。でもち3 8 1のこの割合めちゃくちゃいいかもしれない。なんか幼稚園みたいになってるもん。かわいい。これみんなには見せられない。これかわいすぎて、ちょっとごめんね。かわいくてさ、ごめん、かわいくてごめんが起きちゃった。ここで現象が。いやもう本当にかわいい。猫の集会みたいな感じのかわいさだと思う。かわいいのかな、猫の集会って。見たことないけど、ちょっとレシートとゴミが散らかってるから片付けるね一旦。結構おでこ広かった？私が？ハチワレが？私おでこ狭いんだよね。だからあげないんだけどおでこ。全然。これ何？これ。これ何？あ、IC カードを決済したから。出席取れた方がちいかちゃん、いやーちいかちゃん、わーちいかちゃん、やだー、はちゃれちゃん、って感じでしょ。ドールハウス買えば確かにちいかちゃん住まわせたいよね。4種今回ははちゃれちゃん出ました。このちいかちゃんちょっとやる気あって可愛いんだよね。ウサギはいつものふーんって顔してて、これも言葉書いてあるけど、はぁですね。いいねこれは。ちょっとラストはね、全6種のうちの、まあ、かぶり考えないでいくと、まあ、4つ買ってきたので、これさ、これもうパケに引かれたんだよね。パケに引かれました。これは完全に、いやって言ってるでしょ、言ってるでしょ。これかわいいでしょ。来たんですよこれ。これなんとね、かわいいんだよね。6種あるんだけど、ちいかわちゃんのちょっとなんかストーリー性あったり、これかわいいんだよね。ちいかわ8割れ、またちょっとこうなんかね、文字って書いてある。ちいかわかわいいやつと、また遊ぼうねーのハチワレと、うらーの、うらーのウサギさんと使ってますっていう
鎧さんですね。鎧さん推しって結構ねいるんですよね多分。鎧さんの心優しい部分がやっぱりね皆さん惹かれるんでしょうね。じゃあ一箱目からいきたいと思います。6紙あるな、6箱書いてるこれ、ね、4つで収めちゃったんだよね。もう来ないからね、それたまごっち、それたまごっちなのよ。ネイルがどんどんよれてくけど、チーカーのためなら気にしないよね。もう鎧さん引きそう？え、鎧さん引いたらそりゃ喜ぶよ。鎧さんのグッズって意外と持ってないんだよね。お好きなキャラたくさん出てくるの嬉しいんだけど、シーサーとかクリマンジュとかってあんまり持ってなくて、私そこ引いたら嬉しいんだよね。この前クリマンジュのなんかランダムでちっちゃいマスコットみたいなのがあって、それがねチーカはハチャリウサギとか、あと誰がいたんだろう、モモンがクリマンジュあたりかな、見てクリマンジュ出てくれてめちゃめちゃ嬉しかったの。鎧さんの本名鎧塚、そうなの。いきますよ。これもさっきと同じ仕組みの箱だ。ここまではまだ大丈夫。もうちょっとカブトムシはね、カブトムシっていう。あ、待って待って待って、開かない。あ、これね、オッケー。じゃがじゃん、来ますよ来ますよ来ますよ。あれ開かない、あ、こうだこうだ、いくよ、せーの、じゃん。落とし方が悪かった。うさぎさん、うさぎさんだこれ、うららららのうさぎさんじゃん。え、かわいい、これこの小ささなんだねこれ。だって捕獲したみたいになっちゃった。え、かわいい、今日初うさぎさんです。ひぃ、やっはー、うわー、ちょっと上だ、いやー、やっはやっは、うさぎさんですよ。え、え、小さいね、びっくりした、かわいい。メンバー揃ってきたね。え、そうだね。え、待って待って、これ今気づいた、これセリフはさ、セリフもくっついてるんだこれ。え、セリフくっついてるんだ、フィギュアキーホルダー。別にこれなんかイメージのセリフが書いてあるだけかと思った、ここに。待って、全然吹き出しのセリフごとついてるんだけどこれ。え、びっくりした。え、本当に言わせられるじゃんこれ。え、すごくない？え、めちゃめちゃ嬉しいですねこれは。やったね、やったね、セリフ付きだった、本当にこれはすごくない？すごいよね。うん、いや、もうすごいねこれは、嬉しいですね。はい、続いて2個目開けていきたいと思います。よいしょ。あ、それ知らずに買ってた、そうなの。あの普通に見た目形だけは可愛いなと思って買ってた。それのハータンバージョンだったらセリフ何なんだろう、何だと思う？ニコニコ菩薩、ニコニコ菩薩かな。次何だと思いますか？鎧さんかな、今日まだ出てないキャラクターといえばね。もうクリームまんじゅう、モモンガあたりはちょっと、モモンガはねもう今日あの一回あのウォッチで出会ってるんだけどね。え、ちょっと鎧さん来てほしい感じもしますよね。つける場所、いやいやいや、ここに決まってるじゃないですか、ここに決まってるじゃないですか。ネイルがどんどん剥げていっちゃう。まあラメのやつだから目立たないのでね、まあいいでしょう、時間のためなら。よし、見ないための対策がこの形になってきたのでね、いきますよ、せーの、はっ、あ、待って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 、一番欲しいやつ出た、一番欲しかったやつが出た。ちょっと待って、これは嬉しいかもしれない、だいぶ待って待って待って、
これさ、何入れても嬉しいのはさ、もちろん前提としてあるんですよ。ちいかわランダムキャラクター全部可愛いからね、あるんだけど、これエピソードも含めてもう大好きなのがあって、多分ちいかわ、まあ1巻か2巻読めば出てくると思うんだけど、2巻かな、そうエピソードがあるんですよね、これね、事情ある事情でね、ちいかわちゃん、うん、もじってもじってしながらね持ってくんですよ、このこのクッキーを持ってくんですよ、ちいかわちゃんがダメだ、もう泣いちゃうよ、これはダメだね、もう、うん、もうこれはダメかもしれない、感情移入というやつですね、そうやばいね、これは嬉しいね、つかない、頑張れ、いやもうこのねストーリーがおめでとうとしか言えない何も知らんのですけど、あ、もうちいかわのじゃあアニメか漫画をぜひどっちか見てみてください、またつけてるし、今度セルコイン出てね、え、今度さツインテールやりたいなって思うんだよね、公園で、ね、でも今さお下げやったらお下げもいいんじゃないかって思い始めた、最近さシャキポンが高めツインやっててめちゃめちゃ可愛かったね、それがちょっと前からねシャキポン呼びなんだ、チーム員になって仲良くなった先輩です、卒業しちゃうんですけど、え、バスケでつけられない髪型につけるのが間違ってるって意見はちょっと受け付けないです、ちょっとじゃあちょっとうさぎちゃんにも待っててもらおうかな、うさぎちゃんもちょっと一旦ごめんね一旦ごめんな、うさぎ、うさぎちゃん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 、でもさ高めツインちょっとやりたいんだけど、今度の A 公演はさ帽子かぶるから途中で帽子かぶるから髪型のちょっと制限があって、高めツインだと多分かぶれないんだよね、だからちょっと違う髪型になると思います、何がいいかな、公園の髪型なんか何がいいと思う、何がいいですか、これはこんなラインナップ、ああそうだ、やりたい髪型あったの、次の公演これにしよっかな、そう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 、やりたい髪型あるのよ、やりたい髪型あります、最近 SNS 見て、SNS 見ててこれはやらなきゃと思って、首のシルエット何ですか、ちいかわです、一応ヘアバンドです、首に巻いてるけど、もうねちょっとやりたい髪型あるので次でやろうと思います、待っててね、じゃああと残り2個になりました、この子たちを開封していきたいと思います、いきます、何が出てくるかな、ねえ鎧さんも来るかな、てかかぶりをちょっとまだ考えてないけど、かぶると思います、そろそろ結構運のいい感じの引き方をしてきてるので、ここまでまあかぶりが悪いっていうわけでもないんですけどね、まあたくさんのキャラに巡り合えたらそれはそれでまあ嬉しいじゃないですか、
より多くのキャラが来たら、そろそろかぶりそう、かぶりそう。ツイン鎧さん、どういうこと？2個鎧さんが出るって意味か、私が鎧さんになってツインテールをするって意味か。どっちも深いようで浅いようで深いな。これはかぶらない？どう思う？鎧さん来るかな。ワクワクドキドキ。まず上のこれ1枚ね剥がして、あ、うまく剥がせるか。いくよ、ふん、いきます、せーの、は、おい、え、これってさ、これってさ、絶対あれじゃん。ナチュラルハチュアルちゃんやっちゃった。これってさ、え、これってさ、絶対あれじゃんね。この商品の目玉の、目玉商品なんていうの。当たりでもね、いわゆる多分そのなんだろう、メーカーが用意した一番大当たり的なポジションのやつだよね。ちなみに今私がしれっとナチュラルハチワレちゃんやったのは、ハチワレちゃん最初の方、ちいかわ始まった最初の方で、なんかこれってさ絶対あれじゃんっていうセリフがあるの、それをめちゃめちゃそのまま言っちゃってびっくりした。ね、2体入れてきてくれるんだよ。ちょっとセリフちょっと間に挟まないでほしいな。あ、見て、ちょっといい感じに並んでほしい。ほら、あ、そっぽ向いちゃう。2体がやーって言ってさ、え、一緒にね、一緒にやーってね、お揃いのサスモッタ買ってやーってやってるんだよ。めちゃめちゃ可愛いじゃん。こんなんさ絶対あれじゃん、泣かせに来てるじゃんね。やーって、いや可愛すぎる。これ何回引いてもそれ出なかったから、え、もう頑張ってください、これは出してください、絶対に。いやー、筋肉じゃないよ、いやー、え、もう、え、嬉しい、どんどん集まってくるちいかわ族が。え、もう嬉しい嬉しい嬉しい。さすまたフェチにはたまいるんだ、そんな人が。え、さすまたでこう抑えられるのが好きなの、さすまたを持つのが好きっていうか、それでこう討伐するのが好きなの。何色のさすまたが好きなの。残り1個は来ました、残り1個は来ました。何が出るんだろう、ゆるいさん、何かな、何かな、気になるね。もう箱でも同じ箱に入ってるやつから取ってきたから、違うとこからこう取ってくよりはもしかしたらかぶりの可能性は少ないかもしれないし、もうそれもなく、そもそもね、いろんな人が手に取って戻しててシャッフルされちゃってるかもしれないし。ラス1、最近の学校にはさすまた常備されて、そうなんですよね、不審者が来た時用にあるんですよ。たまにレッスンじゃない、訓練あるんだよね。レッスンでもあるけど、いけますよ。ラス1、ちょっとなんか開け方下手だったな、開け方が相当下手だって、不器用な感じになっちゃった。いきます。肌にさすまたで抑えられたり、ちょっともう今開け落としてるとこで怖い子めちゃんじゃった。いきますよ、せーの、はっ、うさぎさんかぶりだ。合唱ってことでしょ、これは。待って、え、この視覚的にとてもうるさいうさぎさんが
ダブルでいるってことでしょ。これはうさぎさんのかぶりは音量でだいぶ打ち勝ちますね火力がすごいと思うよ。このさっきの2体と戦いすると同じこと思った。私もこれここバーサス、あここバーサスここだったら絶対こっち勝つもんねここバーサスここで絶対こっちが勝つのよどんだけさすまた硬かろうと痛かろうとうらーでやり返すからねこれま今日はうさぎが勝ちっていうことでした。対戦ありがとうございました今日の戦利品紹介に移りたいと思います。よしよいしょ。じゃあまずねこちらヘアバンド、顔を洗う時にでも使おうかな、前髪上げるのに。はいこちらねまずあります。ちょっと私がガチャガチャやってきた、なんか星狙いのナイアガラの滝ですかこれは。ウォッチウォッチちいかわウォッチがね、頑張れダンボールウォッチ。この子たち3体当たりました、当たり引きました。これやったね。ね、これのねハチャレチャも可愛いしシーサさんも可愛いからね、ちょっといつか揃えたいとこでございます。頑張りますこれのねかぶりが出るのは今日きついもんね。これちょっと被ったんですよね、すでに一個姉にね、渡すあれのが来てますということで、この子たちでした。え、ちょっとみんなに今からさプロポーズしていい？いけますよ私と一緒にちいかわを見てください。ちいかわプロポーズでした。あ、一緒に時を刻みましょうとかだったらこう成り立つんじゃないでしょうか。一緒に時を刻みましょうでこれ出てくるのどう？これ受け取って飾って一緒にね楽しい時間を、まあ、公園とかですかね過ごしていけたらいいと思います。ドキドキした？みんなドキドキしたの？みんなドキドキしました？ノー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 。これも見せた方がいいね、これどうせならこれね、ドボンの時間合わせに使おう。確かに使えるね、先の時計。これ怖いでしょ。ちいかわ悪魔、天使悪魔のやつのあの子デビル、あの子とうさぎ、モモンが、フリマンジュがいやーやだやだをやってるやつですノーって言われたのでノーって思っときますね。そしてちょっと片付けつつね、片付けつつゼロが散らばっているので、よし、ゴミはまとまりました。じゃあそしたらね、私がちょっとなんかチーカーしか引かなかったあのソフビーフィギュアです。知ったっけ、こちらソフビパペットマスコットでした。この感じなんかチーカーしか出なかったんだよな、チーカーしか出なかったんだよな。うん、まあ、一押しなので喜びたいと思います。いや可愛いね、チーカーが増えていく
ねえ、リュウカンのチーカーとリュウカンのチーカーですね。やっほーやっほー。あ、チーカーは回転、チーカートルネード、チーカーは回転。はっ、全員正面向いたら勝ちみたいな、なんかやりたくない？はっちょっと、いい感じに向いてくれました。じゃあチーカーのパペットマペットを使って、勝手にさ、パペットフィギュア使って勝手にゲーム生み出しちゃった、ルーレットみたいな。そしてね、4種から出た、チーハチウサギ栗まんじゅうから出たハチワレちゃんです。ハチワレちゃんは私の大切な大切なチーカワちゃんを守ってくれるお友達なので大好きです。好きな人の、なんか推しが好きなものが、推しの好きなものって好きになりがちじゃないですか、皆さん。あるでしょ。だから私はちいかわちゃんがハチワレちゃん好きだから、私もハチワレちゃん好きなの。かわいいもんね、かわいいもんね。一番優しいんだよこの子。料理上手だし、料理上手だし、料理上手だし、大好きな大好きな大好きなね、ハチワレちゃんでした。これからもよろしくな。ということでね、最後に引いたこの子たち、ちょっと ちっちゃめなんだけど、この子たち、じゃじゃじゃ、そう、まずウサギちゃんから出ましたね。ウサギちゃん2個出ちゃったんですよ。声量がすごそうな感じの構成になっております。うららーって、このセリフ付きの、どんだけラとアが入ってるんだろうと思うよね。このうさぎちゃんと2体、ちょっと向きが、うさぎちゃん2体、ガシャ、うさぎちゃんの顔、なんかさ、やりたいよね。なんかさってよくハチワレが言うんだよね。口癖が映っちゃう。こうだよね多分。うらーだよね。せーの、あ、みんなもやろう。せーの、うらららららら。巻き舌なのかなこれ。うら。練習しておきます。あ、ごめん、ちょっとひき肉レースの練習がいつまでたってもできないや。うさぎちゃんでした。そして、うん、かわいいね、かわいいね、この顔見て、みんな見て、これこの顔です、この顔。この口だよね、この口なんだよね。顔真似頑張ってる。こっちかな、いやでもこれ悲しいわけじゃないんだよね、この時。多分こんな感じだと思います。で、後ろにね抱えてます。このデザインがポイント、もう本当に可愛い。クッキー持ってます。このちかわちゃんでした。この思いやりがとても溢れてるんです、このエピソードには。でちかわ読んで見て、見てください。そしてこれね、一番大当たりな気もしますね。友情ですよ。お揃いのさすまた買って、いやーって、皆さんもね、討伐されないように気をつけてください。このハチワレの顔見て、これだいぶ本気ですよ。ちいかちゃんちょっと引いてるもん、多分これハチワレちゃんの、ハチワレちゃんの本気度にちょっと押されてるもんね、これ、ちいかわちゃん。なんかさ、ハチワレの方が
インク濃くない顔の、もうなんかなんかさ、顔のインク濃くない、気合い入りすぎて、あの八割ちゃんの可愛い友情でしたね、こちらが。ということで時間配布終わり。ちょっとだけ話そうかな、あとは開封がバッチリだったってことで何でしょう、話題といえば何でしょう、本物のさすまたのプレゼント来たらす、でかいやつ、でかいやつ、ちょっと劇場にこれ常備しといてくださいって言うかもしれないです。もう一回8割分けやってください。あ、ちょっとダメです、8割ってチーカーのお兄ちゃんポジションで、なあー、なんかね、わかる、言わんとするとかわかる、面倒見がいいよね、めちゃくちゃ8割ちゃんって。お酒を持ってきてさすまたっていう気がします、ごめんなさい、さすまた責任取ってえ、今年って残り3ヶ月なの、4ヶ月あるじゃん、まだ4ヶ月、そういえば9月入りましたね、9月入りました、まだ暑いけどね、十分に暑い。あ、僕対抗に当たってはもう登録出てるのか、そっか、もう4日後ぐらい。やってくれるハートに優しい、よかった。ひき肉レースの練習、あた、確かにひき肉レース、ちょっとさ、一回聞いて、聞いていい、近づいてきた、ひき肉です、これじゃない、これじゃないですか、ひき肉です、ひき肉です、似てた、上がった、完成度上がってきた。もう一人できるんですよ、ボンジュール急ぎんちゃくです、これ似てるでしょ、急ぎんちゃくさん似てるでしょ、これこう手の動きもいいんだよね、ボンジュールの、え、上手くなったよね、やっぱり。じゃあこれ似てひき肉学習し終わったということで、よろしくお願いいたします。もう彼らと同い年ぐらいに見える、うん、若返ったってことでポジティブに捉えておきたいと思いますそろそろね終わりましょうかね、また次は、でも公演が4日とか6日とかありますので、そのあたりの感想をメモに、間違えた、作文用紙8枚分よろしくお願いいたします。はい、8枚ね、7枚半以上ってことですよ400字詰めの作文用紙、7枚半以上です。あ、最後の1行までって言った方がいいかな、なんかあるじゃん、よく規定が、減点じゃなくてもさ、こうなんか5枚とか決まったら4枚半以上書くとか、あと評価する、評価良くするために5枚目の最後の行まで書くみたいな、最後のマスまでなんとか字数を当点めちゃくちゃ入れてさらに、そして、しかも、しかしながらみたいな、頑張って接続詞みたいな入れて
丸で最後のマス埋めるみたいなことをするんだよね。めっちゃ段落変えるみたいな。あ、そうだそうだそうだ、作文じゃないけど、提出物みたいな感じのコメントでも言ってくれたけど、絵日記がね、今夏休みの絵日記、メンバーの絵日記が劇場に飾られてますので見てください。私小学校の頃によくこういう行事イベントみたいなのあると、こういうのなんかよく書かされたなって思いながら書きました。ちなみにちょっと失敗して2枚目でできたので提出しました。ぜひ見に行ってください。お願いいたします。ランキング読みたいと思います。あ、スクショしてからにしましょうね。スクショは十分したかな、8割スクショしたかな。じゃあ今日の一番お気に入りのちいかわちゃんとスクショして終わりたいと思います。この子ですね。このね、表情がなんともたまらないちいかわちゃんと、撮れましたか。ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかったです。今日はありがとうございます。ちいかわ興味ないって方もなんか耐えて見てくれてたらごめんなさい。ぜひぜひちいかわ見ることはおすすめいたします。はい。ということでランキング読みます。13位レイレイさん、12位ゆうたんたん、あとはとんハタンさん、11位ツバリンさん、10位トシヒレさん、9位コウタさん、8位クマ太郎さん、7位ヘスターさん、6位ハヤリンゴさん、5位ヒコーリン、ウェイコになれないおずちゃん、あとちょっと不安定きつい大丈夫かさん、4位石川さん、3位スズヤさん、2位ヒロヒロさん、そして1位ハータンが大好きなマサムルタン、あとニコニコバサツエメラルドさん、ありがとうございます。ということで、ちいかわ勉強、あ、もう勉強というより多分ね、沼にはまって趣味になるのでぜひお願いします。見てみてください。あ、そうだ、ハッピーセットもぜひおすすめです。今ちいかわのね、サンリオのおもちゃついてきたので、ちいかわのシールと別に。じゃあバイバーイ。またねー。ありがとう、見てくれて。バイバーイ。